こんにちは、ミキです。今日はこちら。9月2日に発売される、リリミューの新作リップ。今日はこの全4色をレビューしていきたいと思います。はい。ということで、サッシーがプロデュースしてる、リリミューですね。えー、新しいリップが発売されるっていうことで、ちょっとね、発売前に使用する機会があって、もうすごくいいアイテムだなと思ったので、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。 中身こんな感じで、普通に直接ね、あの唇に塗るタイプのディップになってます。色味は今回全部で4色。ピンク系の色が2色とオレンジ系の色が2色っていう感じの全4色になっています。 で、このリップの特徴としては、塗りたての色が長時間続くということで、えー、唇から蒸発する水分に反応して、なんかね、ジェルの膜が張るみたいな。なので、まあ、そのジェルの膜がしっかり密着することで、色持ちがいいっていうことです。はい。で、あとはバタールージュっていう名前のように、バターみたいに、すごくね、じわーっと溶けるような、 演出感。こうやって塗るとね、自分の唇の温度でリップが溶けて、時間が経てば経つほど唇に馴染んでいくっていうのが特徴だそうです。あとはしっかりね、オイルが配合されているので、ツヤ感だったりとか潤いも長時間持続するっていうのが、このバタールーズの特徴になっています。はいで。私は結構ね、このパッケージいいなと思ったんですけれども、まずですね、わかるかなこれ。 はい。このキャップがね、マグネットになってます。私はこのマグネット仕様のリップがすごく好きで、やっぱりカバンに入れて持ち歩いていると、結構このキャップがね、外れて、カバンの中でちょっとリップがね、あの、いろんなとこついちゃったりっていうのが多々あるんですよ。なので、こういうマグネットでしっかりね、止まってくれるもの、キャップがね、外れにくくて、すごくね、ありがたいです。あとはですね、このキャップの上、 はい。ここにちっちゃいミラーがついているんですね。これもね、すごく、あの、女子の心をわかってるなというか <laughs>。やっぱりこう、さっと塗りたいときに、近くに手鏡がなかったりとか、ね、携帯とかもないときに、やっぱり、なんだろう、うエアーリップするのちょっと怖くて、ほんとここにね、あの、ミラーがついてるおかげで、こう見ながらメイク直おすできちゃうっていうのが、本当に本当にすごく便利だなと。 思いました。うん。これはめちゃくちゃありがたいです。はい。というので、結構ね、私はこのケースの仕様も、ああ、なんかちゃんと考えられて作られてるんだなって思いました。ということで、まあケースね、すごいいいなと思ったんですけど、 え、早速、色味見ていきたいと思います。で、まず一色目。はい。こんな感じ。一番、ムースピンク。こんな感じのベーシックなピンクベージュの色になっています。で、次、二番です。はい。こんな感じ。甘酸っぱいドライベリーカラー。ちょっと紫色のあるくすんだピンクになっています。 そして3番ですね。自然な甘さのアプリコットベージュ。ほんのりオレンジ味のある、えー、オレンジベージュっていう感じですかね。はい、こんな感じの色になってます。そして4番です。ちょっぴりほろ苦いディープオレンジ。ということで、ちょっとくすんだ大人っぽい深みのあるオレンジ色のカラーになっています。はい、こんな感じの4色。えー、1番と3番がちょっと明るめのね、ベージュカラーっぽい感じ。 で、2番と4番が少し深みのあるくすんだからになっています。うーん、どれもね、使いやすくてすごい可愛いなと思います。はい、そしたら唇に塗っていきたいと思います。まず1番ですね。はい。ほんと唇に触れた瞬間にじわーって溶ける、ほんとバターみたい。スルスルと伸びるんだけど、全然ね、あの、ベタベタしてないので、えー、ほんとにすごく塗り心地がいいです。 はい。一番こんな感じです。うん。えー、明るめのカラーではあるんですけど、パキッとしたカラーではなくて、ちょっとね、落ち着いたピンクベージュっていう感じなので、すごく、 肌馴染みが良くて、えー、めちゃくちゃ使いやすいです。うん。だし、そんなにこう、青みに触れてるわけでもないし、赤みにすごい触れてるわけでもないので、結構どの肌タイプの人でも使いやすい色なんじゃないかなと思います。すごいね、顔が、なんだろう、ハッピーになる。<laughs> うん、サコ感カラーっていうのかな。うん、なんか幸せそうなね、顔になる。えー、とても可愛いカラーだなと思います。はい。そして2番ですね。塗っていきまーす。 はい。これは一番よりもちょっと落ち着いたピンクになります。 はい、こんな感じです。まあ、さっきも言ったんですけど、ほんのりね、紫みを感じるカラーですね。なので、これも同じピンクなんですけど、えー、さらにより、えー、深みのある落ち着いたカラーになっているかなと思います。えー、私はこの4色の中では、この2番が一番お気に入りで、まあ、最近私、髪を暗くしたので、それにすごくね、マッチする、えー、この中では一番気に入ってるカラーになります。 はい。そして3番。今度はオレンジ系のカラーですね。 はい、こんな感じです。まぁ、あ、オレンジがちょっと薄まったような色っていうのかな。ベージュが優しくオレンジを中和してくれて、なんかまたコーラルとも違う、なんて言うんだろう。うん、まあなんかちょっと柔らかいオレンジっていう感じで、この色もですね、結構肌タイプ問わず使いやすい色なんじゃないかなと思います。そして最後4番です。はい。これはちょっとくすんだオレンジですね。はい、こんな感じです。いや可かわいい。<laughs> <laughs> すごく使いやすい。これはまあ、あの、ほんとこれから秋の時期とかにね、すごく使いやすい。ちょっと暗めのね、くすんだオレンジですね。まあこれもね、くすんだオレンジってことなんですけど、そんなにやっぱりオレンジオレンジしてないので、めっちゃ使いやすいんですよね。個性的になりすぎないし、でもやっぱりね、おしゃれ感はすごく出るっていうところで、 はい、えー、4番もすごく可愛い色になってます。あの、この4色に関しては、本当にね、どれも可愛い色だなと思いました。まあ私は2番がね、一番好きって言ったんですけど、本当にもう超僅差。<laughs> あの、あんまりこう、順位をつけたくないぐらい、本当にね、4色とも、全部全部全部可愛い、えー、色になってるなと思いました。だし、なんだろうななんかその明るい色も、やっぱベージュがちょっと入ってることで、すごくね、肌馴染みがいいし、えー、ダークトーンに関しても、暗すぎないし、かといって、そのピンクだってオレンジが濃すぎないので、いやー、本当になんか絶妙な、 ええー、色 <laughs> うん、もうすごくね、大人っぽく見えるし、ええー、可愛い色だなって思いました。唇に触れた時の、あの、本当にね、じわーって溶ける感覚が、普通のまたリップクリームとも違った、なんかしっとり感というか、本当にこうバターがじわーって溶けていくような感覚なので、も、ま、う、あ、すごくね、その使用感も私は好きです。あの、結構ね、韓国コスメとかよくあるんですけど、 リップ自体に結構香りがついてて、まあ、ベリー系だったりとかなんかちょっと甘い香りがするものとかあったりすると思うんですけどまあそういった香りも特になくてかといってなんだろうあの口紅っぽい香りというか、うん、なんかザ口紅みたいなああいう香りもなくてそれも私にとってはすごくいいポイント うん。本当におすすめしたい点がいっぱいあります。ね。あとまあ色持ちに関してなんですけど、私これは唯一、ちょっと色持ちはあまり良くないかなと思っていて、あの、商品の特徴としてね、まあ色持ちすごく良い,いってあったんですけど、あの、まあティントのリップとかではないので、結構すぐ取れます。そう、もちろん食べたり飲んだりしなければ、ちゃんと色は残ってるんですけど、何かしらね、こう口周りについた時には、あの、色は結構ね、すぐ剥がれるなっていう感じがします。 うん、なので、まあ、色文字がね、もうちょっと良かったら、あの、本当にパーフェクトだなと思ったんですけど、結構私最近ね、マットリップとかにもハマってて、で、マットリップって、やっぱり、色持ちいいんですけど、物食べたりとか飲んだりすると、この粘膜のところからね、あの、徐々に落ちていく。で、なんかこう、外側は色が残ってるのに、粘膜のところは取れてるみたいな、その落ち方が私はすごく嫌で、ま、あそんな感じで変に残るよりは、あの、私は 前はもううとててくれた方がななんかいいなっていっ <laughs> そうね、なんか徐々に落ちていくのがあまり好きではないので、まあそういった意味では、さっと落ちてくれるのが、まあ逆に私的にはいいかなっていうふうにも思いました。 まあ、すごく色持ちがいいかと言われると、いや、そんな感じはないかなっていうのがリアルな感想なんですけど、まあ、さっと落ちてくれるっていうところで、えー、塗り直しもね、簡単だし、落ちかけの感じが気にならなくていいなって思いました。はい。で、まあ、今回ね、あの、私、リリビューのリップ初めて使ったんですけど、あの、まあ、今回出た新作とは別に、前に出てるリップですね。それも、レビューとか周りの人の使用感聞いてると、やっぱりすごくね、あの、使いやすい。 安くていいよっていう風に聞くので今回ねこのアイテムを使ってみて個人的にはあめっちゃいいリップだなって思ったので、まあ、ちょっと遡ってというか今までのねリリビューのアイテムいろいろチェックしてみたいなと思いましたはいということで今日はこんな感じで、えー、ディリビューの新作リップ全4色をレビューしていきました はい。もうすごくすごくいいアイテムだと思いますので、えー、皆さんもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ